トルトラ島、ロードタウン営領西インド諸島は、大英帝国の一部分であった西インド諸島のこと。この単語は時に、西インド諸島ではないカリブ周辺の営領、ホンジュラスや営領ギアナにも使われた。1912年には、営領西インド諸島は、バハマ、バルバドス、営領ギアナ、営領ホンジュラス、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、ウィンドワード諸島、 D ーワード諸島の八つの植民地に分割された。なお、トリニダード・ドバゴには、タークスカイコス諸島とケーマン諸島も含まれていた。1958年から1962年の間に、英領バージン諸島、バハマ、英領ホンジュラス、英領ギアナを除くすべての諸島は、西インド連邦に組み込まれた。英国は、連邦が一つの国家として独立することを望んで、 いたが、権限が限定され、実践的な問題があり、住民支持も欠如していた。このため、西インド連邦は崩壊し、主要8植民地を含め多くの領域が現在では1個の国家として独立している。これらの国家は、米州機構、カリブ諸国連合、世界貿易機関、国際連合、カリブ共同体、 イギリス連邦、カリブ開発銀行などの国際組織の一員となっている。英国に残った国々はイギリス海外領となっている。英領西インド諸島に属していた国家はドミニカ、ガイアナ、トリニダード・トバゴを除いてすべてがイギリス連邦に属している。過去に英領西インド諸島とされたのは以下の地域である。1805年の西インド諸島。 ウィリアム・スタプレトンは1674年に英国領西インド諸島に最初の連合政府を設立した。スタプレトンはセント・クリストファー島でリーワード諸島総会を立ち上げた。この時、スタプレトンは総督で連合は1674年と1685年に活動し、総会は1711年まで定期的に開かれた。 18世紀からはこれらの島々は、それぞれの議会を保持し、それぞれの法を作ったが、続けられた統一的な政府と総督の共有は、続けられた。不評であったにもかかわらず、スタプレトンの作った連合は崩壊せず、単に他の協定に置き換えられた。1816年と1833年、リーワード諸島は、それぞれが総督を持つセントクリストファーネイビス・アンギラと、 アンティグラバー・ブーダ・モントセラとの二つの集団に分かれた。1833年には、すべてのリーワード諸島は統一され、ドミニカがこのグループに加えられた。この枠組みは1940年まで続いた。1869年、総督であったベンジャミン・パインは、アンティグラバー・ブーダ、ドミニカ、モントセラと、ネービス、セント・クリストファー、アンギラ、 英領バージン諸島の連合を組織する任務に当てられた。しかしセントクリストファーネービスは破綻しているアンティグアやモントセラトとの政府基金の共有に反対した。パインは植民地省にこの計画が失敗した理由について現地の偏見と利己心であると語っている。このため唯一の成果はリーワード諸島に単一政府を与えたことであった。しかし、 すべての法と条例は、それぞれの島の議会で承認を受けなければならなかった。1871年、英国政府は、すべての島を一人の総督、一つの法の下にする、リーワード諸島法を通過させた。それぞれの島は、それぞれの行政官、長官の下の、プレジデンシーと呼ばれた。以前のグループ分け同様にこの連合は、不人気であったが、 西インド連邦となる1956年まで崩壊しなかった。この合同植民地は以前の試みの下に組織されたすべての島から構成された1833年、ウィンドワード諸島はウィンドワード諸島植民地と呼ばれる公式な連合になった。1838年、以前は直轄植民地だった1802年獲得の トリニダード島と1814年獲得のセントルシアがウィンドワード諸島植民地に追加されたが、それら自身の議会は与えられなかった。1840年、トリニダードはこの植民地ではなくなった。ウィンドワード諸島植民地は独自性と古い習慣の維持が望まれたため、バルバドスと同じく人気がなく、また1815年までは、 フランスの侵攻に対抗するために関係は必要とされていたが、その後、他のウィンドワード植民地の島々はバルバドスとの関係が面白くなかった。このため、それぞれの島は近しい連合としようとする英国の試みに抵抗した。バルバドスは特に独自の議会を保つために戦った。この後、バルバドスは独自の植民政府を確立した。 1885年から1958年、ウィンドワード諸島植民地は、グレナダ、グレナディーン諸島、セント・ビンセント、セントルシアから構成された。トバゴは1889年にトリニダード島と、共にウィンドワードを植民地から離脱し、トリニダード・トバゴ連合として、植民政府を形成した。ドミニカは1940年にリーワード諸島、植民地から、 ウィンドワード諸島植民地に追加され、そのまま1958年まで残った。1885年以降、ウィンドワード諸島植民地はグレナダにいる総督の下にあり、それぞれの島々には、以前のように、副総督とそれぞれの議会が存在した。ーワード諸島のような植民地連合の試みは、ことごとく抵抗された。ウィンドワード諸島植民地は1958年に、 解散となり、それぞれ個々の島々として、西インド諸島の新しい連合に属するかどうかを選択した。カリブの植民地を維持するために、英領ギアナトバハマを除いて、歴史的、地理的な利便性からジャマイカの下に集まっていた。英領ホンジュラスは敵国であるスペイン植民地に囲まれており、ジャマイカ陸軍やジャマイカ海軍の防衛の供給が必要とされた。 英領ホンジュラスは設置が遅れ、加えて英国から直接訪れる入植者や植民地で生まれているなど英国人による人口部分の拡大もジャマイカに遅れ、17世紀後期から18世紀最初になった。このため1742年に英領ホンジュラスはジャマイカ総督府の管轄下となっていた。1749年、ジャマイカ政府は 英霊寮ホンジュラスの行政官を任命した。1962年、英霊寮ホンジュラスは王国直轄植民地となり、ジャマイカ政府とジャマイカ副総督の下に置かれた。1884年、最終的にジャマイカと結びついていた行政権はすべて停止された。西インド連邦は1958年1月3日から1962年5月31日まで。 存在した連邦。この連邦にはイギリス海外領土も含まれていた。連邦の表した意図は英国からの独立にオーストラリア連邦やカナダ連邦のような単一状態的な政治的単位を作ることであった。しかしながらそうなる前に連邦は国内の政治紛争から崩壊した。クリケットが伝統的スポーツであった。サッカーや バスケットボールなどの他の種目は1990年代以降、クリケットの優位性に挑戦している。クリケットは、英領西インド諸島における伝統的なスポーツである。上記のような多くの国と領域で、西インド諸島、クリケットチームや、ウィンデスと呼ばれる合同クリケットチームを結成し、テストクリケットでも、世界の十市に入る精鋭国際チームである。英領西インド諸島は、 当時クリケットの2007年クリケットワールドカップのホスト国であり、2010年の2020ワールドカップのホスト国でもある。営業バーチン諸島や営業西インド諸島では混乱を利用して営業西インド諸島で発行されたと主張する多くの偽造書や詐称が様々な関係者から売られていた。営業西インド諸島は国ではなく政府当局者は公的に 英両西印度諸島を使っておらず、すべてのこれらの政府によって発行された偽造書類は無効である。英両西印度諸島の国民は、英国海外領土市民、英国海外市民のどちらかとして考えられ、本人の出身の英国領の名前を明示した英国のパスポートを獲得できる。英国政府による法令でこの地域における筆者、国籍法には以下のようなものが存在した。 イギリス国籍法多くの時代で英国の海外領土で生まれた英国人は英国本土では無国籍者として扱われる。ありがとうございます。